柳井市というのはですね、その瀬戸内海に面した山口県の、ちょっとそうですね、広島寄りのところにある市なんです。光町というのがあって柳井市があります。その光市と柳井の間に熊毛郡田伏町という、町があります。海辺に近いところなんですが、熊毛郡田伏町というのは、田畑もあまりなく、ほとんどですね、雑草が生い茂るようなところです。今でも、コンビニがある程度でですね、商業地帯はなんかほとんどないんです。寂しい部落です。田伏という町の、これはまあはっきり申しますが、朝鮮部落です。なぜこれ朝鮮部落かと言いますと、その歴史的に言いますと、山口県は長州藩になるまでに大内藩だったわけです。守護大名大内家がずっと支配してました。大内家は寛伝な本人たちも言ってますが朝鮮人です。で、大内家の、家臣が毛利が侵入してきて負けたために散っていくわけです。で、彼らが散り散りになってほとんどが部落民にさせられるわけです。で、光市と柳井市に挟まれた寂しい市にですね、日本史の歴史の秘密が隠されています。明治では伊藤博文、まあ、ちょっと場所が離れますけど山形有朋、それから、時代が、昭和に近づくにつれて岸信介、佐藤栄作の兄弟、それから、田伏川を挟むようにして、大義士ではですね、南波作之助、これは、南波大輔という、皇太子を銃で撃とうとした男のお父さん、これ大義士なんです。国光五郎、これも大義士で、私が注目するのはですね、岸信介と並び三助と言われるのがいまして、鮎川義助、日産コンチェルンの創始、それから久原久之助、これは日立グループの創始、それから、松岡洋介、宣伝の外務大臣、それからまだいくらでもいます。共産党の、書記長であった実力ナンバーワンの宮本賢治、それからマルクス主義を世に広めた京大教授の川上はじめ、それから、法律界の大御所と言われた岩田中道、で宣伝の、最後の 内務省の、憲兵を組織して、いろいろ日本の一番長い日というのを演出した、内務省のトップの、そうですね、安倍元気、こういうのがですね、一度にですね、あふれ出るように田伏の町の周辺から登場するわけです。なぜでしょうか。でね、そこを原因をたどるときに一人の男にどうしてもたどり着きます。で、どういうことかというと、うちのじいちゃんが大村虎之助といって明治天皇になったんだというわけです。それで話を聞いてみると、なんか辻褄が合うような気がすると、その背景を探ろうと思いまして、で、幕末から明治にかけてのいろんな文献を当たっていく過程で納得しました。多分間違いなくですね、大室虎之助が明治天皇になったんだと。で、明治天皇になった大室虎之助に、京都の御所に訪ねて、イギリスの外交官たちが、謁見します。で、その時にイギリスの外交官の一人が日記に書いています。水の中に大男がいた。顔は真っ黒だった。唇に赤い紅を刺していた。とても異様であった。これは
本当に異様な話なんです。で、孝明天皇というのは、正道がもう残っていますけど細表の男です。そしてその睦仁というのが子供ですけど、中山忠康というのがお父さんで、そのお父さんの子供に中山靖子というのがおります。で、中山靖子の子供、中山靖子と孝明天皇の間に生まれた子供が明治天皇になる睦仁です。で、明治天皇になった大物虎之助は中山靖子、すなわち母親に一回も面接してことがありません。僕は随分調べました。一回も面接しない親子というのはあるでしょうか。それとドナルド・キーンというのが大正天皇について書いています。彼はそれらしく一回だけ面接したというような場面を想定して親子の情を書いていますが、それとて一回だけしか面接を会ったことがないんです。親子でありながら、しかも一回も会ったことのないというのは、これはもう正常ではありません。それで中山忠康、中山よし子のお父さんの公家なんですけど、彼が日記をつけてまして、その中に明治天皇睦仁はですね、非常に体が弱くて細くていつも泣いていたと。そしてまたある日記にですね、突然彼は騎兵隊天皇が生まれたと。騎兵隊というのは大室と書いてます。騎兵隊というのは高杉晋作が作り、大室虎之助もそれに参加しました。で、特に体が大きかったから力士隊というのをありました。で、力士隊の一員です。で、その力士隊の一員である大室虎之助は伊藤博文が大事に育てました。伊藤博文は大室虎之助の家から歩いても、昔の人だったら30分ぐらいで行くんじゃないでしょうか。近いところに住んでいます。で、彼は伊藤博文に大事に育てられて明治天皇に仕立てられたと私は思うんです。で、それは今の言った騎兵隊天皇という言葉を中山よし子のお父さんがはっきり書いています。そしてこれ旭彦親王というのがいまして、これは奨励院という悪名を持つ坊主がですね、天皇家とほとんど関係がないんですけど、明治天皇が、できた時に万が一の場合に皇統が消えたら悪いというので、いくらか孝明天皇につながりのある男を探したらおりました。それを旭彦親王として、そこから日本の皇族たちが全部生まれてきます。明治の皇族たちはみんなそこからその人の子供たちです。で、旭彦親王も明治天皇は毎日正気の幽霊を、孝明天皇が亡霊として現れ、正気の姿として現れ、毎日泣くじゃくっているという日記を残しています。で、もう一つですね、大事なことがあります。これは皆さんはご存知かもしれませんが、徳川家康を書いた山岡宗和氏というのがいます。大ベストセラーでした。この人が明治天皇という小説を書いています。不思議なことに明治時代になっての天皇を書かず、孝明天皇とその妃のことを書いています。その中で明治天皇が小さい時のことを書いていまして、どうもですね、明治天皇は豆腐屋、子供の頃の話が山岡宗和氏が書いてますけど、近所で豆腐屋が通って笛を吹くと豆腐と言ったそうです。で、それはその京都の八瀬の道寺という道士というところの部落がありまして、天皇の葬式の時とかには、棺を担ぐ役をしてまして、そこの、どうも生まれた子ど中山よし子はそこの出であろうと山岡宗和氏が書いています。
そして中山、家のその兄弟になる息子がその中山忠光と言いますけど、この人が長州の人によって殺されます。逆らったんですね、殺されます。そういう具体的なことを山岡宗八は書いて明治天皇という題をつけています。で、山岡宗八は見事に明治天皇誕生の裏を描いてますが、ただその孝明天皇も睦仁も殺されたというところには一行も触れられなかったと思いますね。戦後書いてますから書いてます。で、去年ですね、その 東京大学でフランス展がありました。で、偶然私は東京にいまして、で、まあ、東大に行ってフランス展を見たときに、その明治天皇を隠し撮りをした、写真が東大にの資料館で飾っていました。大男です。今の相撲取りで言ったらどうでしょうか。百何十キロの大男です。これが明治天皇の姿なんです。泣きべそっていた子供が突然東京に現れたら山岡宗八と相撲を取り江戸城で白馬を乗り回したというのは有名な話があります。それそうでしょう、大男です。力士隊にいた男に間違いありません。色が真っ黒くて大男で不細工な男です。許宗寧という人が描いた肖像画による明治天皇とは似ても似つかん姿です。で、これはフランスの人が発表し、東大が認めて明治天皇の、写真として発表してるんだから、これこそ間違いありません。まずここから考えますと日本の歴史が見えてきます。コンプライアンス、コンプライドールと、コンプライアンスというのは、情けとかいい加減とか気まぐれとかいうので気休めとか言います。それにドールをつけて、ドールは人形ですね、コンプライドールという言葉があります。これは要するに外人がおもちゃのように使えるような気休めの人間を集めて自由時代に操り、その国を支配するということです。だから中国をアヘン戦争を仕掛けて、アヘン戦争の後中国を、香港上海銀行を中心に支配していくユダヤ人たちは中国人の連中をコンプラドールって言いますかね、使いました。同じように日本人もですね、その一番大事なところで権力の中枢でコンプラドールにされた可能性が大なんです。で、大村忠之が明治天皇になり、そして大正昭和と続く過程でいろんなスキャンダルに巻き込まれていきまして、そのスキャンダルをヨーロッパ、特にですねユダヤを中心とする国際金融マフィアが全部知り、天皇一族を操っていくと、これがその第二次世界大戦のですね党員になると思うんです。ある時私のところに電話がありました。もしもし鬼塚さんですか。はい。って私は歴史をやってるもんですかって、何ですかって言ったら、誰ですかって言ったら、畑と言いますって言ったら、畑って先生畑郁彦先生ですかって、現代史の大化の先生ですかって、そうですって言うわけです。で、幾度も同じ質問をするのでいろんな面から説明したけど彼は納得しませんでした。先生、宮本賢治もそれから野坂さんとは少し場所が離れていますけど同じ山口県出身ですよとね。たら彼はポッと言いました。鬼塚さん、私はそれことは詳しいよって。先生、どうして詳しいんですか。私もその一族だってね。田伏の川の近くで私は生まれ育った。それで私はピンと来たわけです。そうかって、歴史を隠そうとするべく現代史の大化になったのかと。どうでしょうか、そういう面から歴史を見ると今までの、その私に電話かけた畑さんやら
それから半藤さんの歴史観とはまるっきり異なるわけです。で、私は皆さんにお願いしたいのは、やはり日本を知るためには日本の暗い部分に目をつけるべきではないかと。それを直視しないから、いつまでたっても日本人は、今もそうですけど、アメリカ人に利用されてるじゃないかと。で、僕たちはそういうことをもう全部知ろうじゃないかと。知った上で堂々と外国の勢力に立ち向かっていくべき時が来たんじゃないでしょうか。日露戦争を始める時に伊藤博文は反対します。負けるって、でするなと。伊藤博文もその孝明天皇殺しやら睦仁殺しに一番噛んでる男なんですが、彼でさえやったらいけんと言います。でも戦争をするように仕掛けられて、で、高橋惟喬が金がないのにやるのかって、じゃあお前金策行ってこいと言われまして、で、まあ彼が金策に行って、一番最初にイギリスのロスチャイルドに会います。イギリスのロスチャイルド家は自分では直接関与したくないので、クオン・ロブ商会、イギリスのロシア入りとけが電学金を投資して出したクオン・ロブ商会に、紹介します。で、高橋はイギリスからクオン・ロブ商会にアメリカに渡って国債を買ってくれと言います。それでもちゃんと話ができてたんでしょう。クオン・ロブ商会が買います。シフという男ですけど買います。それでイギリスから軍艦を買ったりします。万が一、じゃあ日本が負けたら国債パーになっても大丈夫ですよ。その日本を実質的に支配すればいいんですから。そして軍艦でさえないのにイギリスから軍艦を買って、で運がよく日本を勝ちます。全部これ仕掛けられたと思うんですよ。で、日露戦争の後にまた第一次世界大戦があります。これも運よく日本がちょうどいいところで甘い汁を吸わせてくれるように、イギリスを中心とする勢力が日本の、最後の段階で日本を迎え入れて、ドイツ敗北の、ために役立ったと言って、ベルサイユ条約で日本に南海、太平洋のこう島々があります、小さな、あれの委任統治を認めます。実質的に上げるわけです。日本が太平洋戦争である程度頑張れたのも、あの小さな島々をもらったからなんです。それがなかったら日本はとてもアメリカに対抗できませんでした。大正天皇のことを少し喋ろうと思います。東国というのが戦後首相になりますけど、この男のことを少し喋ろうと思います。もうスキャンダルだらけの日本ですが、大正天皇は子種がありませんでした。これは歴史的に間違い、現代史家は認めません。でも子種はありませんでした。大正天皇に子種がなかったと。それで大正天皇に子種がないから、昭和天皇はなぜじゃあ生まれたかということを東国が河野司という男にしゃべります。それが子種がないで、昭和天皇はじゃあなぜ生まれたか言ったら、そこまでは言われないと。だけど帝名は偉く昭和天皇の父親を嫌ってたぞということです。西園寺八郎をいっぱい調べてみました。でね、木戸日記というのがあります。木戸光一が東京裁判の資料として提出した資料です。年月不詳というの中にこう書いています。大正天皇の侍従の司令、帝名皇后のお相手、
八郎のこと、帝名皇后のお相手八郎のことというのは西園寺八郎のことです。でその西園寺八郎は隠れた重要人物で、ちょっと余分なことをしゃべります。長州藩に、徳山藩というのがあるわけですね。それは分家ですね。 長州は萩が本家で、分家なんです。そこに、毛利元就という、まあ、分家だけど、まあ、一応城を構えた殿様がおりまして、その殿様のに8番目に生まれたから、毛利八郎と言います。でその毛利八郎が、本家の毛利頼親の養子になります。まあその形でしょう。で頼親の息子として形式なんでしょうけど、西園寺八郎の養子になるわけです。西園寺八郎となるわけです。西園寺公友の子供に養子として迎えられるわけです。そして西園寺公友は女房がいませんでしたけど、子供を設けてたんです。それ静子と言います。その静子と西園寺八郎が結ばれるんです。でそのちょうどまあその頃に西園寺八郎はその子供の時から大正天皇と同じ学習院の同期なんで、幼友達なんです。で大正天皇は子種がないので、結局ある筋から西園寺八郎にお前が強引にやってこいと言われるんです。で、西園寺八郎は命令されるままに、帝名と、まあ、ちょめちょめしまして、ちょめちょめということはどうでしょうか、しまして、子供が生まれます。それが昭和天皇です。で彼は西園寺家にその静子という女がいながら、全く寄り付きもしないで天皇家に入り込んで、びったりと自分の息子の昭和天皇の広人のそばにいます。ずっと侍従をします。死ぬまでそばにいます。これは間違いないことです。ということは昭和天皇の行動も全部西園寺八郎が牛耳ったであろうと言われるそばにいます。その西園寺八郎の子供が金和と言います。公の王に一二三金和と言います。でその一番大事なのは二番目に二女が春子と言いまして、この春子が、住友家の御曹司の住友吉左衛門の妃嫁さんになります。ということは住友と天皇家は親族血族もいいとこなんです。そうでしょう。そこから考えると昭和の闇も皆見えてきます。そしてじゃあ秩父の宮が2番目に生まれますが、秩父の宮はどうなんでしょうか。秩父の宮というのは東国が自分から言えないけど東国の子供なんです。これは私がこういったら何と思うでしょうけど、西園寺公と政局という原田熊雄という男が書いた、本があります。その本を私が言うような言ったことを頭に入れて読まれると、東国と秩父の宮が親子であるということがよくわかります。いつも行動を共にして西園寺が東国が妙な行動をすると秩父の宮を呼びつけて、ね、東国に言えと妙な行動を取るな。でまた秩父の宮が変な行動を取ると西園寺公が東国を呼びつけて、あの子供をもう少しセーブをしろと言います。で東国とは自分を自慢したくて河野司を呼んで喋ったのかもしれません。子種がないことは事実です。で帝名皇后はいろんな男とができてます。でもう
蒲山愛介というのもできているのは間違いありません。で、そういうのから昭和の闇も見えてきます。戦争というものは必ずどこかで企みがあるものなんです。昭和天皇が第二次世界大戦が始まる1年前にですね、木戸幸一に、これは木戸幸一の日記に出てきます、木戸幸一にこういうことを言ってます。もう世界大戦が始まる、そして最後に勝つのはソ連とアメリカで、他の国は全部潰される、日本も同じように潰される、だけど日本人は10年後には復活する。ってで、これは見事に予言的中しているわけですよ。その1年後に第二次世界大戦が始まります。真珠湾攻撃はちょうど1年後にやります。で、10年後というのはちょうど講和条約の時です。だから考えようによっては昭和天皇だけが日本のストーリーを全部知ってたんじゃないかということになりませんか。僕はそう思います。あのおとなしいような天皇は非常に頭が良くてですね、昭和天皇ずる賢くて、で全て計算してたわけです。だから日本をアメリカとの戦争に持っていくように仕組まれたら、それに応えるためにですね、あえて真珠湾攻撃も大事なところで手を抜くわけです。だからあれ、山本五十六に命じますが、山本五十六は言ってるじゃないですか、1年ぐらいは持つってね、勝った勝ったで行くだろうと、だけどあとはもう知らんって。そしたら天皇はそれでもいいからやれっちゅうわけですよね。やらないと自分の身が危ないと、スキャンダルをみなばらされて全部失うと、スイスに貯めた金も失うと。で、戦争が始まる前にですね、1ヶ月前に近衛が天皇に 面会を申しますけど、天皇を拒否します。それで近衛が木戸に会います。で、これもまた木戸日記にちゃんと書いてます。近衛がどういうことを言ったかって、お前は天皇に言えと、いいかと、陸軍は2年しか石油がない、戦争すれば1年か1年半で終わると、いやいや海軍ですね、海軍は2年分しか石油持ってないって、で戦争すれば1年半持てばいいけど、まあ1年で終わると、陸軍は今でも石油を1年分しか持ってない、この状態で戦争ができるわけがないと、で嘆いて木戸のもとを去ります。で、木戸日記に書いてます、木戸も俺もそう思うてね、戦争すれば負けるわいと、これ木戸日記はっきり書いてます。ところが実際はですね、戦争は4年も5年も続いたじゃないですか。で、石油のない時代は最後の1年間ぐらいは石油が尽きたけど、石油はあったんですよ、ある程度ね。皆さんもご存知のようにガダルカナとかなんとかでいっぱい負けますけど、やっぱりあれは石油があったんですよ。なぜ石油があったかと考えてみることありますか。これはですね、その戦争の時にアメリカは日本には石油を売らないと、ところがパナマ国籍の船ならば石油を積んでいって日本に売っても、これは自分たちは攻撃できないというような理屈で日本に石油を間接的に売るわけです。本当なんです。で、これに三菱が作った昭和通商という会社がそれを引き受ける。で、昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので日本水産という会社が代行するわけです。魚を運ぶということではなくて、魚の代わりに石油をパルマ国籍からもらって持って帰るので、戦争は長引くわけです。あの石油金が買う金はどこから来たのかということですが、日本は、南方に攻め込みます。中国はもちろんビルマから大火で集めます。あそこにある金銀財宝を全部かっさらいます。そして日本に持ち帰ります。その金貨を、黄金をインゴットにして、スイスに送ります。
スイスでスイスフランかドルに買います。そのスイスフランかドルを国際決済銀行というのが、できるわけです。第一次世界大戦の後にね、できます。でその決済銀行を通して日本はアメリカにパナマ国籍、パナマルートで金を払い石油をもらうと。でアメリカとその石油で戦争しますね。あの太平洋でいっぱい戦争しました。あれはアメリカの石油をもらってアメリカの石油を使った軍隊と戦争ごっこやったっていうことですよ。そしてある時になってもう石油をやらないという時に天皇は気がつくわ、あついに終わりが来たかとね。これが真相なんですよ。でこの絵とか木戸はその辺を知らなかったわけです。天皇と一部の大本営、天皇の、あの御文庫といって天皇の、宮殿の地下深くに御文庫を作り、そこに大本営と置いて天皇が参謀たちを集め図面を置いて毎日毎日今度はここ行けここ行けとこう指図するわけ。それを指図ができると東条がその受けてですね、やるんです。だから参謀たちが天皇を大参謀に、参謀たちが戦争計画を作りそれを東条に渡すわけです。師匠の東条は大文庫に、御文庫の中に入れないわけです。他の連中もそういうシステムで戦争が進んでいくわけです。皆さんのご存知のようにドルゲという男がいます。ソ連のスパイをやった男です。でそのドルゲに、尾崎穂積というのと、さっき言いました西園寺八郎の息子の金和というのがドルゲに秘密情報を流したというわけです。でどんな本を読んでもそのストーリーです。しかしこれは西園寺金和と昭和天皇が兄弟であったと私は申しました。西園寺八郎の子供が昭和天皇で、それ西園寺八郎が、自分の本妻に産ました子供が金和です。でその金和と昭和天皇が兄弟です。兄弟昭和天皇は木戸幸一をまあ通すんですけど、自分の弟の金和にそれスターリンに向けて発したい情報を伝えるわけです。それを尾崎穂積という朝日新聞の記者が一緒になってドルゲを帰って誘惑するわけです。そして ドルゲに、オペラ歌手やらいろんな、インテリ女たちを与えてドルゲを懐柔します。ドルゲは、女遊びをしてオートバイを乗りましてふざけた男です。そして公安が全部ドルゲのチェックをしますけど、天皇一族はドルゲを野放しにします。そしてドルゲは、日本の一番重要な情報を全部入手してスターリンに渡します。でスターリンはそれを信じるわけです。だからスターリンは日本がソビエトを攻めてこないということを知るわけです。で最後に天皇ももう尽きるとこまで来たなというので天皇も、終戦工作に入る。終戦工作に入るのは、まずロシアを通して入ろうと、まあ、ロシアを通して終戦工作に入りますけどうまくいきません。でアメリカは、天皇が、終戦工作はですね、白洲次郎という男が全部絡んできますけど、これが終戦工作をやります。でヨハンセングループというのができます。終戦工作にやります。ヨハンセングループというのは吉田ハンセングループということです。それでヨハンセンとなります。アメリカ人の、暗号名です。ヨハンセン、ヨハンセンから連絡があったかとか。でこれヨハンセンというのは吉田と樺山愛助という貴族の貴族とその中に連絡係で白洲次郎がいます。で彼らが全部終戦後ヨハンセングループが
グルーからももらうし、別のルートからもデータをもらい、また御前会議という戦争をやる最後の会議の時にも、御前会議のが始まると次の日にはグルーを通して、グルーというのは日本大使ですね、通してアメリカの上層部に日本の最高機密が翌日には電報で全部流れていくわけですよ。これが日本の現実なんです。結局ですね、最初から日本は戦争をするように仕組まれていたと考えると、全て矛盾がなく納得ができるんです。だからドルゲを使って天皇は弟の金和に機密情報を流してソビエットに渡せと、でソビエットを安心させて南方政策を取るわけです。で南方政策を取っとる時に、木戸川日記に書いてますよ。おい、火事場泥棒をしたなって、ええー、って木戸が言うわけです。火事場泥棒も時によってはしょうがねえなって天皇が木戸に言って、火事場泥棒なんですよね。昭和天皇が御前会議の席上でですね、戦争をやれという時にですね、みんながシーンとしているところでね、分かったというわけです。分かったというわけとは、杉山が言う戦争計画に応じたって、その時にね、よもの海皆原からと思うようになど波風の立ちにしやらんという明治天皇の歌を読んだというわけですね。で戦後、それが昭和天皇が戦争に反対した証だから、昭和天皇は戦争に責任がないという一番の原因にされるわけです。明治天皇はこういうことなんです。俺たちは部族民として我慢してきたと、腹からとして生まれてきたけど、やっと迎えられたのに、西郷は助けてくれたが西郷は死んでしまったという歌なんですよ。でそれを日露戦争の時に明治天皇が作ったという歌にして、でそれでもまあそれでいいんです。それから戦意高揚の歌になる、発行一部の代表的な歌としてずっと歌われてきた。で戦争前まではそれで筋が通ってきた。いろんな人がその歌を、子どもたちのがでさえ、小学校の教科書に載っている歌でさえ、戦争が終わって一部の軍人たちの間から天皇は反戦の歌を詠んだというなると、ずっとそれがつながってくるわけです。なんとこれは情けない話じゃないですか。今でもそのさっき言いました旗とかね、あの電柱はみんなこの歌を持って、昭和天皇は反戦の意を整えたけど、軍人たちが天皇の意をに反して戦争をしたんだぞと、軍人たちがけしからんということで第二次大戦の総括をやってるんですよ。でそれを意を逆らう作家たちは、歴史家は未だにいません。私はまあ一人逆らってますけどね。どうか皆さんも真実を知って、簡単に人の言うこと、権威者の言うことを信じないでください。戦争というものの実態はですね、物事は全て必然性があるんです。大きな出来事は偶然性で発生するものは何もありません。第一次世界大戦も、今言った第二次世界大戦も全部八百長なんです。八百長システムが見事に働けば戦争は長引くんです。だからノルマンデー上陸作戦というのがあります。あれは戦争が第二次世界大戦が始まって、時にすぐルーズベルトが勝利の計画というのを立てます。ウェディマイヤーという優秀な男がいまして、こいつが計画を立てます。そしてウェディマイヤーは戦争が始まった1年後にルーズベルトや、
それからスチムソンやらみんなにマーシャルやら説得します。戦争はもうこれで終わりですって、ね、1年後ですよ、もうヒトラーをナチスやっつけましょうと言います。それを、ね、なぜ伸びたかって、でそれを報告をするために上層部の連中がロンドンに行きます。そこでノーと言われます。誰がノーと言った？チャーチルです。じゃあチャーチルは最初は賛成します。でスターリンもチャーチルにこれで戦争は終わりやなって、チャーチルも、うん、終わりだとね。でモロトフというやつがチャーチルに会ってね、確約をもらい、それから、ルーズベルトに会って戦争はもう終わると、1年だけどこれは終わらせないみんな返そうやなって、で最後にチャーチルがね、マーシャルやらみんなに言います。戦争は継続しないといけないって。でルーズベルトたまがります。なぜだってわけですよ、ね、なぜだって。戦争は継続しないといけない、継続をしないと金儲けにつながらないからですよ。それでね、アフリカ作戦に切り替えろというわけです、ね、でアメリカ人は分かりません。でそこでアイデンハワーという男がまあ登場するわけです。これはうだつの上がらん男で、フィリピンでマッカーサーの下でずっと中佐であった男です。その男が呼び出されるわけです。で、ヨーロッパに派遣されて一気に中佐大佐少将中将大将元帥と1年足らずの間に元帥になって、総指揮官にアイデンハワーになります。完全なユダヤ人です、ね、でルーズベルトがヨーロッパにいた時に、アイデンハワー会います。でアイデンハワーの顔し初めて見たっちゃうけど、ルーズベルト大元帥の顔をね。でアイデンハワーはイギリスの連中に応じます。イギリスの貴族たちが反対するわけです。僕はこれを20世紀のファーストに書いたんですけど、なんと悲しいことよと。人間の命なんかどうでもいい連中がゴロゴロいるわけですよ。ルーズベルトさえ嘆いてんですよ。戦争が終わるのになぜ終わらせないのかって。原子爆弾が完成しなかったんですよ、まだ予定通り。で日本はマーダダ会中天皇が言うんだけど、マーダダよりスチムソンが言うわけですよ、まだ我慢しておけちゃうわけです。そして原爆が完成して同時にスケジュールができます。でスケジュールができた同時に何が起こったのかというと、天皇は広島に第二総軍、第二総軍を作って畑という男を入れますね。怖い話じゃないですか。で日本を支配者はほとんどが、僕はイギリスの金融機関ロスチャイルドとかウォーバンク、それからアメリカの金融機関の連中のコンプラドールであったと思ってます。ヨハンセングループね、その御殿会議ですけど、まあ御殿会議は次の日にはもうアメリカ全部内容を全て知ってます。でこれは吉田茂が蒲山愛助に流し、蒲山愛助がグルーのところに持って行って、グルーが電報で打って、全部次の日には、これはグルーも改装10年という本で書いてます。ヨハンセングループがもろて全部やったて、でまあ後に訳されますけどね。だから松本茂春といってロックフェーラーに取り入って日本日米文化会館とか国際会館っていうんですが、あれを作ったやつもみんなコンプラドール、それからアリスエ、ね、製造といいますが、これもみんなコンプラドール。白洲二郎という男が非常にもてはやされています。この男を語ると昭和史の闇が見えてきます。彼は白洲商会というのがあって、親父が繊維問屋をやってて、で、繊維不況の中で倒産します。小さな会社です。白洲二郎は当時のクラシックカーを、イギリスのクラシックカーを乗り回して盛んに遊びます。なぜそんなことができるのかってね。
で、白洲次郎を助けた男にジグムンド・ウォーバーグというのがいます。生涯にわたって金もなくなった男に巨大な金を与えてケンブリッジに行かせて、その後も一生大事に育てるわけです。おかしいと思いませんか。これ彼が日本に帰ってきて、あのジャパンオブザーバーという会社、雑誌社の、編集員になる。そこで彼が記事を書いているの、全ての記事はジョン・ジローと書いてますね。そうなんですよ。彼は白洲次郎である前にジョン・ジロー・ウォーバークなんですよね。で、ウォーバークが盛んに日本工作をして、グルー大使なんかと交流をします。その過程で白洲はカントリージェントルマンとかかっこいい名前で皆さんが呼んでますが、あの東京の近郊の鶴岡村というところに院政したちになってるんですけど、そうじゃありません。そこに巨大な無線基地を作り、全部イギリスからアメリカの情報をもらって、そして彼が、吉田茂と樺山愛助に情報を流すんです。吉田茂は長崎の女郎が産んだわけのわからん子供なんです。これは間違いありません。長寿で東大に入る時も、あれ改装10年って本に書いてます。俺はバカやったけど裏口から入ったと本人がちゃんと告白してます。で、彼は東大出て外交官になってイギリスに行くけど、英語はうまく喋れない男なんですよ。これはもうはっきりしてます。講和条約の時に英文で喋ろうとしたら待ったかかったです、アメリカからね。お前の英語は意味がわからんってね。だから日本語で喋って通訳を通せて。これはイギリスの外交文書なんかを見ると、外交官が書いてます。この男は何者なのかって、外交官のくせに英語がまるっきり喋れない。ところが白洲次郎は喋れるわけですね、完璧に。ジグムンド・ウォーバークの子供ですから。それで吉田茂は総理になってなった時にですね、白洲次郎をマッカーサーと司令部と日本の外務省を結ぶ終戦連絡事務局というののトップに据えるわけですよ。そして交渉させる、英語がしゃべるっていうことで。で、吉田茂も不思議な男で、外交官でイギリスでおる時にね、親父が死んでどうしようもないやつを自分の大使館に入れて飯食わせたり泊めらせたりして、一時あいつはそこに住んでいました、白洲次郎は。これはまともなルートの子供でないということは、これで一つ見ても分かります。で、ジョン次郎ですよ、ジョン次郎ウォーバークというのが間違いなく白洲次郎の将だ。なぜかというと、本人がそういう名前で長く書いて、ジャパンアドバイザーという本にサインしてるんだ。疑いようがないじゃないですか。私は彼はウォーバークの子供だと思います。で、ウォーバークが死ぬ前まで白洲次郎を買いがあります。そしていろんなやつを連れていて、サイン入れて出て、この男を大事にしようとか言ってウォーバークやります。有名な話があります。長野茂雄というやつが登場して、富士製鉄の社長になる男ですけど、それが登場してクラブで白洲次郎と大喧嘩をしたて、ね、日本を売ることに関して何の心の痛みを持たない男なんですよ、ね。で、これがまさしくコンプラドール、吉田茂も同じなんですよ。悲しいかな、コンプラドールだらけなんですよ。そこから見ると戦後が見えてきます。戦後もそういうやつが溢れていて、心の痛みを感じない人間たちがなぜ日本のリーダーになったのかって、私たちはそこを正さなくては、ね、未来がないと思います。海軍がですね、
の情報をですね、あるユダヤ人が知るわけですよ。それがビクター・ロスチャイルドと言います。この人は若くしてイギリス、ロスチャイルド家、まあフランスも入れてですけど、当主になるわけですね。でロードなんですね、男爵で、この男はすごく優秀な男で IC が184以上あったと言います。特許を見てですね、これは間違いなく核ができるということを確信しまして、行動に移します。アメリカに、売り込みます。アインシュタイン書簡というのを書かせます。でそれをルーズベルトに渡すわけです。その中にですね、その早くしないとドイツが完成して、ね、アメリカもイギリスも危ないというような文句も入っています。結局ルーズベルトはですね、応じざるを得なくなります。でヘンリー・スチムソンという陸軍長官、彼が動きます。そしてまあグローブスという将軍を担当者にして、マンハッタン計画ができます。で、原爆が生まれていくわけです。しかしこれは一つ大事なことがありまして、ほとんどの人、アメリカ人は原爆を作っているということを知らなかったんです。時の副大統領のトルーマンでさえ、ルーズベルトが死んで大統領になるとなった後にスチムソンが言って、実は原爆を作ってもう完成間近と知らされるぐらいで、時のマッカーサーとか軍人たちですね、アイデンハーとかリーヒーとかトップクラスの軍人たちも知りませんでした。原爆なんか作っていること知りませんでした。で彼らが知ったのは、突然広島に原爆が落ちて初めて知ります。そういう秘密主義の中で原発が作られます。で戦争が終わりました。たくさんで水爆を作るようになりました。でソ連も作ります。でソ連はやはり今さっきにビクター・ロスチャイルドと言いましたが、彼が全部そのケンブリッジの大学の中の秘密グループを作って、そこの連中を仕立てて、ソ連のスパイに仕立てて、自分もスパイになって、アメリカ の, マンハッタン計画を全部ソ連に伝えます。そしてソ連がない最初は材料もですね、アメリカが全部ソ連に渡します。でじゃあソ連は金があったかってありません。戦争でヒトラーと戦って打ち破れて、で兵隊も食べるものもない。で、スターリンはですね、どうやったかというと、兵隊たちをみんなシベリアに送り込んで、そして金とダイヤモンドを、シベリア の, 寒いところで取り、それを、売って、しかもまた小麦もちょうど寒い時で小麦もできないんで、小麦も売って、そして金を稼ぎ、機械や材料やらいろいろ買って、すごい金をかけて原爆と水爆を作ります。で冷戦時代が始まるわけですよ。でアメリカ人はソ連が攻めてくるぞというもう報道に怯えてですね、各家が核シェルターを作ったりします。全部これは後から考えたらまやかし報道でした。ソ連は軍事力もなくて、そして民衆はですね、じゃがいもが食えたらいいよ、じゃがいももなくてキャベツをほじくって、で人間の肉を殺してそれが市場に並んで過労死で生きているような時代にですね、ソ連が攻めてくるという宣伝がずっと流れていくわけですね。でそこで何が起こったかというと、今言ったビクター・ロスチャイルドという男がですね、まあこれシュートラウスという男なんですけど、この男をビクターが使って当時の原子力委員会ができまして、そこに入れます。でついに彼は、原子力委員会のトップに1953年になります。ちょうどアイデンハワーが登場する時ですね。アイデンハワーが大統領になり、さっきちょっとアイデンハワーのことを話しましたが、彼は、マッカーサーの下でずっとフィリピンでいて、中佐のまま一生終わるんじゃないかと言われた男が、突然彼は、2年足らずと言いますね、欧州に行って2年少佐中佐から、大佐少佐、ね、中佐
大正元帥と2年足らずの間になっていく過程に、彼は戦争が終わらないように、ね、ノルマンジー作戦がしないように、ね、そして、エジプトで数年間アメリカ軍が戦うようにして不毛の3年間ぐらいを過ごさせたのはアイデンハワーなんです。アイデンハワーが全部指揮を取ります。欧州の責任者になります。太平洋の責任者はマッカーサーでしたが、その彼がですね、彼をですね利用してですよ、シュードラウスが言います。もうこんなにその水素爆弾を作ってもキリがないから、この水素爆弾を作るときに電気が出るから平和利用に使いたいと。で、アイデンハワーは応じます。で、そこでですね、アイデンハワーが国連でですね演説しますね。原子力を平和利用に使えば世界に幸福がやってくるというやつ。砂漠地帯にも電気ができて貧しい人が全部豊かになると。そしてそれを拍手喝采されます。その成果をもとにですね、スイスのジュネーブで原子力平和のための会議が開かれて、これにはソ連も参加して、そこで平和、原子力の平和利用というものが騒がれるわけです。で、原子力のちょうど1953年、ストラウスが、ルイス・エル・ストラウスですから、彼が、委員長になった頃にですね、中曽根が自分の天地無常の中にも、回顧録の中にも書いてます。俺は CIA のテストを受けた、英語もあった、論文も書いた、パスした。自分から進んで CIA のテストを受けたということですね。それで、彼は、アメリカに派遣されますね。ちょうどシュートラウスがなった頃です。その時に若きキッシンジャーが、ハーバード大学で政治学の助教授みたいな形でちょうどいて、で、彼がキッシンジャーが中曽根を数ヶ月にわたって連れて、アメリカ各地を連れて回ったり自分の講義を出したりします。帰った後ですね、正力と組みます。正力はポトムという名前を与えられた CIA の、エージェントです。戦後追放解除を解かれて古巣の読売新聞に戻り社長になり、で、CIA の要員として借りれます。で、 CIA はその当時で、1000万ドル、今だったら何十億円です、もっとすごい金ですね、1000万ドルの金を与えて日本テレビを作らせます。で、日本テレビと読売新聞で中曽根と同じように原子力発電所の宣伝をやります。そこから原子力発電所が生まれてきます。で、中曽根は自分で自慢げに書いてますけど、いろんな原子力発電所の法律を俺がみんな作ったってね。野党改進党です。自民党、自由党時代で、その野党の若造が作れるはずがない。そこの背後に CIA がみんな絡んでいます。そうして日本に原子力発電所ができるんです。東電とか関西電力に作れています。だけど、全くやってないことにやれというんですから、無理があったんですね。無理がありました。だから今日、福島が事故があるのはそこなんですよ。で、中曽根一行がアメリカにも行きますし、それから、木形という東電の社長になる男はですね、戦後パージを受けてうだつの上がらん生活をしている時に突然その東電に、入り、あっという間に社長になります。どうも僕はこいつもおかしいと思います。で、木形は準備も何もできてないのにね、数人の男たちと一人の女に、お前たちは原発をやれと言って、その後すぐアメリカの GE から原発を入れます。で、関西電力はもう一つの U のウエストチングスというところから原子力発電所を入れます。で、ブラックボックスといって触ってはいけない、中を見せないような状態なのに原発が日本に来ます。だから第一、今福島のある原発は GE が開発して間もなくて、ね、
危険極まりないのに彼らは無条件に入れて信じ切ったわけですよ。だから無条件に入れて、そしてその数年後に欠陥商品であるということがわかるわけですよ。設計者が言うわけですよ。あれは間違ってたって。だけどアメリカはそのマーク1というんですけど、最初のやつがまだいっぱいあります。その設計をし直したり、いろんな部品を付け直したりしてずっとやってきてるわけですよ。日本は全くやらないまま40年間欠陥商品をそのまま使い続けてきたわけです。でアメリカはですね、1970年入ってからですね、その原子力発電所が欠陥商品であることが分かるわけです。冷却装置をいかにうまく作動しても危険極まりないというのをですね、疑う科学者たちが同盟を作ってアメリカを訴えるわけですよ。そしてその今言ったシュートラウスがですね、そんなことはないというわけですよ、ね、いやシュートラウスの後のメンバーがね、今シュートラウスは途中でやめますけど、それで実験をしてみようというんでやります。だけどうまくいきません、ね、それでアメリカは政府もですね、アメリカ原子力委員会もその後に規制委員会というのができますが、規制委員会もこれはもう二度と新規に認めたらいけないなと、今あるやつは仕方がないから整備して使えというので、1979年ちょうどスリーマイル島の事件があった後ですね、だから1980年頃から2010年、ね、30年間原子力発電所を作らないわけですよ。アメリカと日本の差ですよ、それは。それでその間もその作った原子力発電所は絶えずその規制委員会の管理の下で、彼らは毎回毎回補正修正、それから作り直しをやって、まあ事故を起こさないけど今日に来たわけですよ。日本は40年間経っているのに、で危ないと GE もジェネラル作ったエレクトロニックも報告書を東電に差し上げたのに、日本は改善一つしない、ね、そして津波の危険が来るのに、たった8メーターか6メーターの津波しか来ないなんていうのでやる、ね、もう全然差があります。でプルトニウムでそうです。あれは核プラントなんですよ。原子力発電所なんかいうもんじゃない。そしてプルトニウムがいっぱい出る。それとまだ悪いことは劣化ウランといって、燃やした原子力発電を回すとカスが出るわけです。でウラニウム238が使うほとんど残るわけですよ。それカスなんです。でドラム缶に入れて自分たちのよそに持っていったら、埋め場所がないもので自分たちの倉庫の中に置いてある。それから地下の地下室に置いてある。そういう状態を40年間も続けて、じゃあ彼らは何をやったかって、彼らは安全神話を流したわけですよ。アメリカの原子力委員会がそのネバダ州で実験してる時に、すごく白血病やがん患者や副者が出てくるのを、ね、報告書が上がっても全部ひねり潰して、大したことはないと、高校だから安全だから心配するなという安全宣言、偽の安全宣言を出して、いろんな報告書を全部握り潰すわけです。その安全宣言を出した1960年から70年代の報告書を翻訳して、そのままを東電は 3.11 の前まで使ってたわけですよ、ね、シュトラウスが安全宣言を出します。嘘800でシュトラウスも言ってます。本当のことは言われないって。だから偽 でそれを逆らうんだと。その安全宣言書が翻訳して 3.11 の前まで日本 の、 安全宣言書の文面と ほとんど変わらない。これは危険な話として、広瀬隆もその文面を翻訳しています。広瀬隆の危険な話を読むとその中に出てきます。広瀬隆も言ってます。呆れて物が言えんて。だから原子力発電所がいつか事故を起こすというのは当たり前だったんですよ。僕はそう思います。でなぜそんなに増えるかと、アメリカは
金儲けのためなんですよ。日本に作らせて儲かる。あれね、オーストラリアとカナダから日本はどうぞウラン入れてました。でもウランは原石ではそのまま使えませんので、アメリカに持って行って、アメリカから原子力発電所に向くようにウランを買い付けて、その代わりアメリカが随分儲かるわけですよ。でそれをみんなが燃やしたわけです。アメリカはやめます、30年ぐらい。じゃあ日本はどうかと。日本はそういう世界の風潮を無視してひたすらやります。なぜか、田中角栄と中曽根がコンビを組んで原子力発電所を作っていきます。それに政治家たちが全部利権が絡むので応じます。そして危険をあると訴えて原子力発電所ができるたびに反対運動を盛り上げるのを抑えていきます。誰が抑えたのか、ね、政治家も抑えました、科学者も抑えました。東大に原子力研究所がありますけど、彼らは東電はじめ、各発電所から金をもらい、もちろんまあ研究費ですけどね、何億単位でもらって安電神話を広めました。映画俳優も歌手も芸能人も経済学者もゴロ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 とみんな宣伝隊に加わりました。でみんなが安電だと思わせるようにすごい金を使ったわけですよ。その金をが全部電気代になっているということを皆さんは知らないといけないです。日本の電気料金は世界の電気料金の3倍なんですよ。3倍ですよ。でまだこれから上がります。なぜ上がるかというと、原子力発電所が1基できるときに4000億円か5000億円の金がいります。電力会社は社債を発行して金を賄うわけです。その金が集まるわけです。その金で発電所を作るし宣伝費も入れる。だから本当はペイしないんです。ペイしない分彼らは徒党を組んで電気代を上げてきたわけです。で政治家もそれを認めてきたわけです。そこで何が起こったかというと、安電というものよりも目先の金が動いたので、そういう電柱のみがいい汁を吸ったわけです。彼らはみんな太ったわけですよ。だから自民党の政治家も今度民主党の政治家もほとんど反対しないじゃないですか。今でさえ反対の声を上げないじゃないですか。ここまで福島の人たちが苦しんでいるのに何をやってんだって。あの事故は起こるべきして起きたと。でじゃあ福島以外はどうなのかって、みんな危ないんですよ。止めても止めても熱が出てくるわけ。30年ぐらいかけても廃炉、本当の廃炉にならないだろうって言われて、まだ廃炉に成功した例世界にないわけですよ。そういう状態になぜ置いたのかと。中曽根という男のを見れば分かりますよ。彼がずっと科学技術者を長官や原子力委員会をやり、代議士から成長していく過程で、本人も書いてますけど、原爆関係の人から金をもらって派閥を維持したと天地宇宙や開口録に書いてる。その中曽根が未だに諦めてないと僕は思いますね。未だに諦めてない、まだ必要やと言ってます。54もなあって、どこもみんな地下に地震の巣を抱えてるんです。抱えてないとこ一つもないですよ。全部抱えて、こういう国家にしたのはですね、僕たちは使い捨ての人形にさせられてる。その使いやすい人形が正力松太郎であったり、中曽根康弘であったり、田中角栄、とにかく日本のトップがなぜコンプラドールになっているのかで、僕たちはそこを考えて行動に移さないとダメなんですよ。そういう時期に来ています。悲しいかな、そういうことなんですよ。でじゃあ解決方法があるのかというと、ありませんね。今のところないんじゃないですか。こんなに日本のコンプラドールたちが大手を振って歩いて、そして小さなスモールドールもですね、まだまだ自分たちのために金を稼ごうと思ってやってますから、どうしたらいいかという方針は立たないんですよ。ただ僕が言いたいのは、この真実を皆さんが知らないといけません。なぜ私たちは怒りを持って
対処しないんでしょうか。原発というものを真実を知ってその上で行動を移すべきです。若者たちに言いたいと思います。僕たちはもう年を取りました。僕は年を取りました。たとえ放射能を受けてももうそんなに、害はないでしょう。だけど子供たちは大変なんです。その子供たちに大人は目を向けて彼らのために怒りの拳を上げる時来てんです。どうか皆さんにこれを私の話を聞いてそうだと思う人は何らかの行動を取ることを望みます。自分たちに子供がいれば子供たちのために立ち上がらなくてはいけない。年取った人は自分の子供や孫のために立ち上がらないといけない。子供たちは分からないんだよ、どうしていいか。だから福島だって本当のことを私たちは知らなければいけない。知らないで何もしないでやって一日一日を過ごすということは大変な罪になる。政治家たちもそうなんですよ。もうお金儲けを諦めなきゃいけない。そんなに金がなくても人間は生きていけるということを知った方がいいんですよ。長曽根なんかどれだけ稼いでるかわからない。長曽根の次女が鹿島建設の社長であった厚見という男のところにの長男に嫁いでいます。長曽根の強い力で一番原発を作っているのは鹿島建設です。僕は思います。そんなにまでしてやらなければいけないのだろうかって。もうそろそろ人間に日本人は考え方を変えたらどうでしょうか。僕は貧しくてもいい美しい日本をどうか若者たちに子供たちに残さないといけない。これが日本の財産なんです。原発なんか財産じゃありません。